常に危険な行動に今入ろうとしている、日本とアメリカが中国に対してまた改めて侵略戦争をしようとしている。危険なことだ、再び日本はあれほどに戦争を再びしないということを誓ったはずなのに、この時に至って再びまたしようとして、これは絶対に許さない、あの時の戦争は止められなかったけれど今度の戦争は止めよう。